倉敷市真備町下二万にある木村恭介さんの農業用ハウスです。5年前の西日本豪雨で被災し、ブドウ畑はハウスごと流されましたが、豪雨の後に植えた新しい木にも本格的に実がつくようになりました。今年は去年よりも大きな粒が実り、出来は良好で、木村さんは色や大きさを確認しながら、一房一房丁寧に収穫していきました。木の方も順調に生育して、全部収量をつけれる、ブドウがつけれるようになったんで、今年から、まずまず本格的に取れるかな。雰囲気的には明るくなっているんですけど、で、うちのブドウの方もなんとか回復して、これからしっかりやっていこうかなと思っています。美味しいブドウですので、ぜひピオーネの方もしっかり食べていただきたいと思います。今朝収穫したおよそ250房のピオーネは、地元をはじめ東京や大阪など全国に出荷されます。